中川博隆の見えるラジオ。皆さんこんにちは、中川博隆です。見えるラジオ第8回目の放送でございます。4月の間ずっとツイスト動画というね、ツイスト動画を皆さんから募集しておりました。なんと79ものツイストが寄せられました。それをですね、一本のビデオにしようということで、私がですね初めて動画編集ということに挑戦いたしまして、なんとかかんとかつなぎ終えました。早速それを見ていただきたいと思います。ご機嫌ツイスト、ツイストリレー、どうぞ。街をブラブラ歩いていたら、赤いポストが、ウインク、ウインクしてきた。交わして見せたらいいのさ大好きな歌、大好きと言っていいのさ。つい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 ツイストしたくなる。わっぱしゅわ首を振っちゃう、体ひねっちゃう。わっぱしゅわついついわっぱしゅわ首を振っちゃう、体ひねっちゃう。わっぱしゅわつい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 ポーズを決めながら、わっぱしゅわかっこつけちゃう、ちゃう、イエー。 Thank you! Thank you! Twist!テレビじゃないのよ、ラジオなの。見えるラジオ。4月19日に、鈴木翼くんの提唱で行われましたインスタライブ。その日はですね、この動物園に入れた動物と入れなかった動物たちの歌という、この本の中から数曲をお送りしたんですけれど、今までは動物園に入れた動物、今日はですね入れなかった動物ということで、トンボの歌です。ね、勝手に入っちゃってるかもしれませんけれど、トースミトンボという歌を歌ってますのでお聴きください。トースミトンボ、じゃあ最後に歌います。トスミトンボ、
時の匂いの通すみとんど雲の巣みたいな羽の向こうに不思議色した深い空とすみとんぼとすみとんぼ秋の匂いのとすみとんぼコスモス揺らした風をくぐってどこまで行くのか高い空バカバカしいお笑いにお付き合い願いたいと思います。私の母親、今年で91歳になりますね。大変元気で、バカバカしい、ちょっと見も32歳にしか見えませんなんてことはないか、昔から口が悪うございましてね、私が学生の時分ですけど、あの学生の時分ってのはなんだよってうん、いつまでも寝てられるんでしょうね。体力があるって、まあ、よく言われますけれど、11時や12時やへっちゃらでこう寝てるんですね。そしたら母親が部屋に入ってきて、こらいつまで寝てんだこの馬面ハゲって言うんですね。ひどくないですか、馬面ハゲですよ。親が子に言う言葉かってもう言って返しましたけどですね、今日は馬の話でございます。馬と人との関わり合いね、これはもうかれこれ 5000年ほどになるんだそうです。5000年も付き合いがある馬ですが、先日延期になりましたね、オリンピック。あれは人の力と技を競い合う大会でございますけれど、唯一出場が認められている動物がおるんです。それが馬なんですね。馬術競技、人馬一体なんて言葉がありまして、心を合わせて、軽快なステップ踏んだり高いハードルを飛び越えたりなんかするわけですね。素晴らしい演技になるとですね、皆さん褒めますね、うまいって西部劇なんか見てますと、カーボーイもインディアンみんな馬に乗ってますね。日本の時代劇なんかでも武将たちは馬に乗っている。人を乗せて、速く走る動物ってやっぱり馬にかなうものはなかったんでしょう。どのくらい速かと言いますと、あっちからこっちまであっという間、人間の労働力というかね、足というか、そういうところで重宝されていた馬ですが、例えば畑仕事なんかで、ずっと仕事していたんだけど、そこに突然こうトラクターなんていう車がやってくるんですね。そうすると馬は失業してしまう、もうプーってなって、トラクターのやつが来たばっかりに、あのトラクターのやつだ、トラクターって言ってるうちに、もうそれがもうかなりなトラウマになった。疎遠になりつつある馬と人間ですが、やはり今一番関わり合いがあるといったらやっぱり競馬でしょうね。
まあ、馬のかけっこを見て、何十万という人たちが一喜一憂するんですから大したもんです。競馬最後のところね、ゴールのあたりになるともううわーっと走っていって、うん、誰が一番だかわからないやんっていう時には写真判定なんかがありましてですね、鼻の差、頭の差、首の差っていうふうにこう掲示板に出たりなんかしますけれど、その辺のことはもう馬もね長年やってるとわかる。うん、ゴール近くになるとぐーっと首伸ばして鼻をうわーっとやってるうちに顔があんなに伸びちゃったっていう、この嘘本当？馬のお話を聞いていただきましたけれど、中川さんは馬年なんですね。柿島真嗣というアレンジャーがいまして、その方も馬年、平井隆人というわけわからんアーティストがありますが、その彼も馬年、その3人で、まあ、馬年同士、馬が合うっていうようなことで、バンドでも組もうじゃないかって言って組んだんですね。その名も馬ホースという、名前で、これは増田優子さんがつけてくれたんですけれど、馬ホース、一回もライブをやらないまま解散してしまいましたけれど、ミュージックビデオを3本作りました。そのうちの1本パッカパッカというのを、見ていただきたいと思います。どうぞ。たかしくんの言い間違いが大変好評な、ロケットクレヨンの配終了ですが、鳥取のロケットクレヨン読んでみたいと思います。ロケットクレヨーン、はーい、こちら鳥取のロケットクレヨン、たかしとさとしです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。はい、見えるラジオのご覧の皆さん、はい、配終了のコーナーですね。いつか僕も言いたい。おね、サトシ君が間違えて僕がはい終点終了っていうのをね、終点はい終了。おはがき読みたいと思います。佐賀県高尾市の、松永正幸さん、何を隠そう昔一緒にバンドやっておりました。
中川さんお久しぶりです。お元気ですか？松永です。先日最近付き合い始めた彼女と車の中でビート板ボーイズの CD を聴きました。これがあまりにかっこよくてびっくりしました。あの頃のことをいろいろ思い出し、彼女にあれこれ話しながら中川さんにお礼を言ってなかったなぁと思い当たり、手紙を書くことにしました。あんな素晴らしい日々に参加させていただいて本当にありがとうございました。こちらこそ。小1時間のドライブ、目的地に近づいた時、今までで一番がかかったんですが、曲の名前ですね、今までで一番、その希望に満ちた音に涙がじわりと出てきました。今聞くと改めて良いアルバムだなぁとしみじみ思いました。これからも中川さんの活躍を九州の空の下で楽しみにしております。ビート板ボーイズドラム松永というね、非常に嬉しいおはがきいただきまして、もう20年も前ですね、1998年にトライアを解散して、そのすぐ後に、四日市の、ペンギンちゃんと一緒にバンド作ろうよということで僕はベースを弾いたんですけどね。でその時に、ペンギンちゃんが連れてきたのがこの松永、巨漢でもうみんなでテトラポットのようだと言ってましたけれど、1枚だけアルバムを作りましてね、転がる日本語というビート板ボーイズ転がる日本語というアルバムを1枚作って、解散してしまったんですけれど、ではその今までで一番という歌を聴いていただきたいと思います。ビート板ボーイズどうぞ。
したいと思います。この歌のすごいところって五音でできてる。ドレミファソだけで蝶々蝶々菜の葉に止まれ、それだけで曲ができてるってすごいなって私は思っちゃいますね。この曲実はスペイン民謡だったんですね。古い時代からヨーロッパにこの曲が広まって、ドイツの方では初夏の風光を称える歌となったり、イギリスやアメリカではボートの歌、ボートをね、漕ぐ、あのボートの歌となったりしたらしいんです。しかしそのスペイン民謡が一体なぜ、一体どうして日本に渡ってきたのでしょう。そこにはある一人のキーパーソンがいました。それは伊沢修二という人です。この伊沢修二という人ですけれども、なんと24歳で愛知県のですね、師範学校の校長になったんだそうです。で、子供たちには、小さな子供たちには歌やお遊戯を教えたりもしていたそうで、その時に、わらべ歌だけでなくてもっと優れた唱歌はないだろうかと考えたわけです。そこで国語教師だった野村明太に何かいい歌詞はないかと、なんかないかというふうに相談しました。野村明太は愛知県の、伝統的な歌やそれからわらべ歌をいろいろこう調べた結果、ある歌を持ってきました。それが蝶々だったんですね。ですけれども今の蝶々とちょっと歌詞が違っていて、菜の葉に会いたら桜に止まれのところはこの手に止まれという歌詞だったり、さらに野村明太はその後ろに桜の花の咲かゆる実をに止まれよ遊べ、遊べよ止まれという歌詞を、加えて一つの歌にしたんだそうです。まあ、桜っていうのはあの天皇の象徴ですので、まあ、時代背景を物語ってると言えるんじゃないでしょうか。伊沢修二はその後、ボストンに留学をするんですけれども、そこでメイソンという音楽研究家からヨーロッパ音楽をたくさん学んだんだそうです。ある時メイソンが伊沢修二にある楽譜を見せて、これは日本の子供たちにぴったりのメロディーだから、ここに日本語の歌詞を入れて歌ったらいいんじゃないかというふうに言ったんだそうです。それがあのヨーロッパで広く知られていたスペイン民謡のメロディーだったんですね。伊沢修二はそこに蝶々の歌詞をはめてみたら、まあぴったり当てはまって、あらびっくり、こうして蝶々が生まれたというわけです。そして明治14年には小学唱歌集に載って、そうして広く日本に知られるようになりましたということです。では野村明太作詞スペイン民謡の蝶々、皆さんも一緒に歌ってください。補足させていただきますけれど、咲かゆる実をにという歌詞はですね、しばらく歌われていたんですけれど、
戦後ですね、GHQ の指導がありまして、花から花へにその時に変えられたそうです。蝶々を聞いていただきました。元ビートルズのジョージ・ハリスンが設立した、マテリアルワールドというマテリアルワールド基金かというところはですね、The Inner Light Challenge という企画を立ち上げまして、これはどんなのかと言いますと、彼が作った The Inner Light という歌を歌うと、コロナウイルス救済のためにですね、1人当たり1ドルが寄付されるというようなものであります。で、我らがヒネルズもそれに賛同いたしまして、歌うことにしました。僕が訳詞をして、3人で歌っております。聞いてください。ワン、ツー、スリー、フォー。かすかな音を見る暗闇の中でほのかな光を嗅ぐ遠く離れて行けば行くほどわからなくなる静香ちゃんのおばあちゃんは鎌倉に住んでるんだよね、うん、そのおばあちゃんの名前なんだっけ。長野秀子さん。長野秀子ちゃんね、長野秀子ちゃんどんなおばあちゃんだった。白髪で眼鏡かけてて、太鼓さんの歌作って、うん、なんか面白くておっちょこちょい。あ、面白くておっちょこちょい。それで、うん、大体の太鼓さんの歌とか、うんうん、絵本とか作ったよ、うん、作ったんだよね。そのね、長野秀子ちゃんなんだけどね、お母さんのお母さんね。それでね、うん、お母さんが小学校の時なんだ。小学校5年生の時、学校から帰ってきたらね、おばあちゃんがね、鎌倉のおばあちゃんがね、アリを食べたのってね、言うの。アリ？アリを食べたって、
どういうことだろうね。でね、聞いたらね、お菓子がね、箱に残ってたんだって。中にあんこが入ってて、美味しそうな和菓子だったの。それをね、おばあちゃんね、半分に切ってた。うん、切ってあったのかな。あ、食べようって思ってパクって食べたら、なんか口の中急にね、ジョ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 ってするんだって。びっくりして、ん？って見たらね、アリさんがね、いっぱいくっついてたんだって。そう、アリさんね、きっとね、そのお菓子のね、あの匂いにつられてね、ひな美味しそうだなってね、やってきてね、食べちゃおうって言っていっぱい来たんだね。でおばあちゃんそれ見てね、アリさんって気がつかなくて、あんこだって思ってあーんって食べちゃったんだって、乳酸菌日の高ぶ見えるラジオ中川博隆ソングブック、中川博隆ソングブック、今日はですね、平右衛門さんの魚が跳ねて、聞きたいと思います。どうぞ。平右衛門さんの魚が跳ねてでした。平右衛門さんには、中野さんのこの手の上を差し上げます。見えるラジオいかがだったでしょうか。8回目無事終了でございます。また来週月曜日にお会いしたいと思います。ごきげんよう。さようなら。